それでは皆さんお集まりいただきましてありがとうございます。本日発表させていただく虫眼鏡と申します。よろしくお願いします。はい、お願いします。皆さんにですね、調査していただいた東海エの出演回数なんですけれども、データがまとまりましたので発表させていただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。これで企業このプレゼンかな。すげえ、すごい、すごい、なすごい、なすごまずこの調査の目的について少しお話しさせてください。そして、この出演回数調査を、3つの項目から、見ていきます。そして、それらを踏まえて今後の課題について少し今後の課題課題では調査の目的です。まず1つ目、このメンバー各自が自分たちの動画出演回数またその推移を認識することによって、この動画に出たいよという意欲を向上させることができるんではないでしょうか。また動画をメイキングしていく哲也さんが、効率的かつ効果的なキャスティングの参考になるのではないかと思い、このような調査をさせていただきました。2つ目でございます。周囲の人々からの協力を数値的に可視化することができるのではないでしょうか。まあ簡単に言いますと、どんな人が動画に出てくれているのか、いつもありがとうという気持ちをですね、はい、皆さんに持っていただきたい。そして3つ目、これが一番大事なんですけれども、夢丸と出っ歯どっちが大事なのか。俺もね、数えてね、ちょっと思ったんだよね。出っ歯出てるな。ちょっとわかりませんね、これは。許されないからね、負けは。じゃあ早速トップ6の発表から。うわー、1本いますか。これ1位は分かってますよ。つい最近までの690本を食べております。では最初1位は誰だと思いますか。いや、1位はもう出るの余地がない。じゃあ1位発表させていきます。1位の方はこちらです。はいはい、出ちゃった。20本出てない。出てないんだ。この20本は数え間違い、もしくは違うキャラ出てる。ああ。旅行の旅、まあそういったものが20本。違うキャラってね、そこはその辺の数え方によるはい、なんか皆さんからデータをいただいたんですけど、なかなか適当だなって思ってまあある程度データにばらつきありますけど、そこは皆さんの愛で保管していただくということで。そして第2位なんですけど、意外にまだ知らないかな。第2位こちらです。めっちゃね。なるほど。はい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 。そして第3位。待って、これは。こう、りょうなんだ。りょうくんだと思う。りょうかな。コメントでございます。おお。316本。まあ、コンスタントにずっと出てます。ずっとね。ずっと第4位が、こちらです。虫眼鏡です。第5位が。正直意外なんだけど、俺も690本中の94本で7本に1本は出てるんですよ。意外と出てる。そんな出てる。最近出てるからね。打った瞬間とかでも実際になるもんね。確かにラストワンシーンだけでもあるんで、夢丸さんの最近の動きが特に顕著に表れていますので、この出演回数の推移をご覧ください。はい、グラフドン。こちらです。おお、すごいですね。軍が夢丸さんの動きやはり血を張ってるんですけどもね、やっぱり最近ドーンって。虫眼鏡さんすごいですね、やっぱり中期から。これなんすか、これ。何があったの。沸騰してるんですね。一人だけツコーンみたいな。かっこいいですね。ジバリさんが綺麗な放物線を描いて。放物線なんだ。俺こうだと思ったらどんどんピューン。最初の貢献度すごいね。この時代はもう東海の二人組と思われた時代ですからね。そうですね。ここ3人組じゃない。ここ3人組じゃない。あ、そうだね。4人5人となって、で、今はここの2人と。最初これだからね、虫眼鏡。ゼロから始まったんですよ、これ。なんか後から入ったみたいになってるんだ、じゃあ。後から入ったんです。そして、この次にですね、6位以降の方のランキングを見ていこうと思って。ちょっと楽しみですね。まあ、これは下から順番に見ていきたいと思います。では、まず第101位。101位。怖い、出すぎだろ。じゃあ、101位ランキング、こちらです。うわー、おい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 。これ全1本。全1本でございます。1本。なんか気になる方いらっしゃいますか。ミスタータイガーボール何これ。え、原宿にいたタイガーボールさんの覚えてない。あ、やったやった。その人なんだ。ミスターつけちゃったら分かんない。コブラの杖を持って。全然分からんかった。教授所に行きますね、超教授。教授ですね、二宮沢教授と小名沢准教授はこちら今草純説と服装だ。はい、業者っていう名前がある。哲也の昔の家に神の神の神ですね。これ分かる、この MC 芝居言ってる。誰か分かる、これ。俺、なんかボイパやりやすい。あ、そう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 、ぶつくるやつ。
これ絶対わかんないっていうのはこれおめでとうおじさんだった。なんだちょっと待って、あらすぎる。じゃあ俺が登録者3000人の時に横から出てきた俺がおめでとうありがとうございます。ありがとうございます。おめでとう。まあ皆さんこのランキングを見てですね、この人誰だろうと思ったら、まあ、詳しい人に聞くなり検索するなりして、あこんな人出てたんだということを見てもらえればと思います。では次こちらです。63位でございます。日本か。はい、こちらです。おお、バチヤナギの破壊ってやばいね。バチヤナギ言いたかったら数えて。あれニョロスケがすごい。ニョロスケがニョロスケの名前言えますか。じゃあさちょっと怪しいな。ニョロスケ、ニョロスケとしか呼んでないもんな。田中さんすごいよね。あーあー、一人だけバチ、あーすごい、バチバチに思うのあるから。宮瀬やばいっすね。犯罪者かもしれない人がここに行動されてる。行動されたな。噂の先輩は僕でしたね。これあこれザワくん、ザワくん、ザワくんの前身ですね。虫眼鏡の前の前だってこれ。でもここも全員分かれてもうなんかやっぱ2本も出てくれれば分かりますね。覚えるんじゃないかと。いきますか。40位か41位、これはたぶん3、4くらいですね。どうぞ。こちらです。ターボー、マメさん、大根、ガイチューさん、ダッチワイフのさつきやめて。本当にやめて。ガチに怒られてよね。私もダッチワイフにしないでって怒られてこれ誰。御曹司。あつい最近動画出てる、あの俺の中学校と同じですね。俺もあったことない。御曹司って呼んでんの。通称じゃない。でもこっから次多分もうさ予想できるレベルじゃないの。ちゃんと仲いいみたいな人たち、見覚えのある人たちが来ると思います。この後で。あー、はいはいはい。ジョーブログ、アナザワジュン、アナザワジュン教授来た。キタネノリコ。あ、ウパマルがこんなところに。テツヤの音と意外と出てない。あ、でもすごくない、こんな出てる。13本出てる。22だもん。サグはより出てるから。初めちゃん上流も。初めちゃんがここでやるだって。確かに。え、こっから先じゃめちゃくちゃさ、有名どこじゃん。タケミさん。あー、タケさん。そんな気がするわ。テツヤの母とか。母。あー、そうだ。待って、バナナ出てたのね。ザこの辺りか。はい、行きますか。行きますか。行きますよ。はい、来い。ファンカード。おらわ、バナナ。おい、母、バナナ。ジェラリン頑張ったね。ザワくん、ザワくん、ザワくん。あ、カリグラ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 。ファンカーゴとテツヤのお母さんが入ってるから。ザワくん出てなさすぎるでしょ。ザワくんとしてこんだけ。マジか。ザワくんめっちゃ少ないね。この辺はまだキュッと詰まっているか激戦区ですね、ここは。そうだね。この順位でまだ20分前後なんだ。あとは7位から12位なんで、7、8、9、10、11、あと6人です。6人もう分かることない。ジョージでしょ。こっちゃん、ヘキトラ。こっちゃん、ヘキトラ。あ、デッパーで、プロラグビー選手。おお。でしょ。いきますよ、12位プロラグビー選手かな。ラグビーいきますよ。いや、ジョージかな。どうぞ。ジョージね。今さらにですか。はい、こちらです。おお、ジョージとオースティンですね。10位がで、デッパでしょうね。つやに人が出てる説ある。トランジスタ。いや、デッパでしょ。いきますよ。デッパ。9位、ここです。おお、デッパか。34。次なんだ。トランジスタ。トランジスタいいですか。いきますよ。ほい。おお、あ、一緒。そこ一緒なんだ。はいはい。え、だってってことはない。第7位がこの方ですね。適応だ。そうなの。適応したいよ。一人で岡崎来たかと思った。適応言っちゃって。適応。そうなの。ヘクトラハウスさんには本当大変お世話になってます。めっちゃデビューこの2人。ランキングこのようになっております。わー、いいランキングですね。今後の課題ですね。なんもなんぞ。夢丸が6位ということでね、今後もデッパマスターに負けないように頑張っていて、新たな出会いが減少してます。確かに。いろんな出会いをねしていきたいですね。して出演回数と人気度が似ているということで、思いましたね。このメンバーがたくさん出る動画を配信していきたい。はい、真面目な締めで。この後東海の7番手がヘキホっていう。抜かされたらヘキホが人気になっちゃうから。やばいな。はい、というわけで東海の出演回数調査以上でございます。なるほどね。すごい。いろんな発見がありましたね。はい。